ドーンとは、アメリカ航空宇宙局が打ち上げた、メインベルトに存在する準惑星ケレス及び、小惑星ベスタを目標とした、無人探査機である。NASA のディスカバリー計画のミッションの一つでもある。ドーンが観測した、準惑星、ケレス。回転台円体であることが見て取れる。ドーンミッションの目的は、太陽系初期の状態を残していると考えられる。二つの、 大きな原始的天体を調べることにより、太陽系誕生に起きたとされる岩石惑星の形成過程を知ろうとする点にある。なお、英語で、ドーンとは、夜明け、明けぼの、暁などの意味だけでなく、ことの始まりや誕生などといった意味も有する。NASA ジェット推進研究所は、ミッション名は、太陽系の始まりに関する情報を提供するという。 目的から名付けられたものだと説明している。ケレスとベスタは太陽系の別々の場所で誕生したと考えられており、それによると見られる対照的な違いがいくつも見られる。ケレスはその形成段階において地下水による冷たく湿った状態を経験しているとされている。一方のベスタはマントルや核といった内部構造を持ち、 また表面に有する火山活動の形跡などから熱く乾いた状態を経験していると考えられている。さらに小惑星のスペクトル分類でも、ケレスが G 型、ベスタが V 型と全く異なる。これらの天体の探査計画は、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の宇宙科学者、クリストファー・ティラッセルを中心に進められた。探査機の主要な推進システムとして、 ディープスペース1号で使用実績のあるキセノンを用いたイオンスラスターターンケを搭載した。NASA のジェット推進研究所はイオンムエンジンを提供し飛行システム開発も行った。さらに観測機器としてドイツ航空宇宙センターはフレーミングカメラをイタリア宇宙局はマッピング分光計を米エネルギー省のロスアラモス国立研究所は ガンマ線分光計を提供した。ドーンはデルタ2ロケットで2007年打ち上げられた。2007年に地球を出発した探査機はイオムエンジンを用いた長期間の航行を実施し、まずベスタの観測を行い、ついでケレスの観測を行い、そして2018年に燃料が枯渇したため運用が終了された。これによってドーンは人類史上初の 小惑星体に半永久的に止まる人工物となった。デルタ2ロケットの頭頂部にあたるフェアリング内へドームを搭載した際の写真。予算の削減と人員不足、そして技術上の問題から探査機の打ち上げはたびたび延期された。2003年12月に計画は一旦中止されたものの2004年2月には復活した。 計画復活時点での予定によれば、ドーンは2006年5月に打ち上げられ、2010年から2011年に、ベスタの2014年から2015年に、ケレスの探査を行う予定であった。しかし、2005年11月に、ドーンの計画は、スタンドダウン状態にされた。2006年1月時点で、NASA は、ドーンミッションの状態に関してなんだ公式な決定を、 下していなかったものの、メディアは、スタンドダウン状態とは、無期限延期のことではないかと報道した。そして2006年3月2日に、道に必要な資金が、当初の予算を大幅に上回る4億4600万ドルに、加算だことを理由に、ミッションの中止が発表された。ところで、この時点で、探査機はオービタルサイエンシズ社によって、9割方の、組み立てが終わっていた。 さらに観測装置を提供していたヨーロッパの学者たちや JPL がミッション中止に抗議した。その後、技術上の問題がすでに解決し予算超過が当初より低く見積もられたため2006年3月27日には復活が決定された。ドーンの打ち上げはアメリカ東部標準時で2007年7月7日16時9分に行う予定だったものの この日は悪天候のために打ち上げが延期された。さらに関係者の協議の末に、同月における打ち上げのチャンスが少ない上に、他のロケットの打ち上げに影響するため、2007年9月26日に打ち上げの延期が決定された。ドーンは結局、悪天候のため、さらに予定より1日遅れて、2007年9月27日7時34分に打ち上げられ、 この打ち上げは成功した。ドーン探査機の探査経路以下は、打ち上げから運用終了までの一連の流れである。地球の高転軌道での太陽電池の出力である。メインベルトは、火星の高転軌道よりも太陽から遠く、太陽光が弱いため、太陽電池の出力は低下する。ありがとうございます。